昨日、感染していたことが明らかになったサッカー協会のトップ、田島会長。選手や、それから協会関係者に衝撃が広がっています。今日、グラウンドで練習していたのはアイナック神戸の選手たち。チームには岩渕真奈選手をはじめ、多くのなでしこジャパンの選手が在籍しています。そのなでしこに心配なニュースが昨日飛び込んできました。 日本サッカー協会田島光三会長が新型コロナウイルスに感染していたことが分かったのです田島会長は今月5日アメリカフロリダ州でなでしこの遠征試合を視察選手らと同じホテルに滞在したとみられていますしかしあいなく神戸によると選手と接触はしていないといいますそのため 在籍している代表選手たちの検査の予定はないということです。田島会長はアメリカへ行く前、ヨーロッパの滞在歴があります。まず先月29日、イギリスのベルファストで行われた国際サッカー評議会の年次総会に出席。その後、オランダ・アムステルダムに移動。今月2日、ウエファ・ヨーロッパサッカー連盟理事会に。 翌三日には、ウエファ総会に出席しています。この海外出張の中で気になるのは、三日に出席したウエファ総会です。セルビア協会会長の感染をネットで知りました。ウエファ総会で、近くにいらっしゃったことは覚えています。実は、このウエファ総会で、田島会長の近くにいた。 セルビアのサッカー協会会長出席者の一人スイスのサッカー協会会長が新型コロナウイルスに感染したことが確認されています当時のことを会長はこう振り返っています3月初頭のアムステルダムヨーロッパでは新型コロナウイルスに対して現在ほどの緊張感はなく皆さんハグ、握手 ビズなども行っている状況でしたヨーロッパでの感染拡大の要因とされているハグや握手などをしたというのですこれらの行動について専門家はこんな指摘をしています3月3日というとまだイタリアなんかが流行が始まる前だったのでおそらくごく自然にハグをしたりそれから握手をしたりあのしたんだと思いますおそらくそこで 完成した確実が9割方あるんじゃないかと思いますまた日本に戻ってからの田島会長の行動で新たに分かったことがあります今月10日に行われたラグビーワールドカップ日本大会組織委員会の会議この時東京オリンピックパラリンピック組織委員会の森義郎会長も同席していたのです また埼玉県も先ほど緊急会見同じ会議に飯島博副知事もいたことを明かしました副知事は念のため自宅に待機しています14日日本サッカー協会の理事会が開かれていました関係者はある程度間隔をあけて座っているように見えますしかしこの時会長は発症しています

教会内で感染者がいると分かり警戒したのですその1時間後感染は会長と判明しました